はい、どうも、今週のトイレでトークということで、やる気出ねえ、なんか。え、ちょっと待って。いや、よし、やろう。ここ、編集切らないからね。エジボンって顔聞いてるもん。あ、いやいや、ということで、まあ、今週はいろいろ喋ることありますよ。まあね、まあ、もう物申すことは2本くらいかな。2本その他っていう感じで、まあ一つ真琴さんに物申すと、まあ最近の真琴さんってつまんないっすよねっていう、そのでもこれっていうのはなんかつまんないよじゃなくて、単純に確固たる根拠があるんですよ。まあ動画見てっていうか分かるんですよ。でまず動画がまずつまらないよねと。まあ NG 集の時に、まあ、一つツイッターで、まあ、つまらない、それは違う、別だった。まあ、単純に動画つまらない。風水屋とコラボしたりね。風水屋とコラボしてっていう。めっちゃ風水屋にするなっていうね。ということで、そうですね。で、あとなんだろうな。あとつまんないなって思うとき。まあ、いろいろありますよね。まあ、つまんない。まあ、単純に動画つまんない。まあ、風水屋さんとコラボしたりとか。あー、でも一番ひどいのはケツバットですよね。ケツバット前後編に分けてでしょ。前後編にまず分ける理由じゃないじゃん。で、動画で前後編に分けるからって言う？普通。あ、長くなったら、じゃあ前編後編で分けようってなるでしょ。なんで最初から前編後編に分けようとするのっていうのは俺は思いました。で、動画も2つ合わせて6分、あ、7分でしょ。まあ大体7分だった。7分でしょ。で、なんか無理やり動画伸ばしてる感もあったしね、最後の。ケツバタバン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 みたいな感じのも。いろいろね、含めて。無理やり伸ばしてる感じがしたしな、お茶飲んでるとこいらないしね。誰がお茶飲んでるとこ見たいんだよって。なあ、そんな、ポンポンタイムズ仲間やで出せよって。忘れてねえか、ポンポンタイムズ仲間や。仲間家なのか、あれは。仲間やだよな。で、そこであげればいいんじゃないかなって僕は思いました、普通に。うん。お茶飲んでるとこみたいな感じで。なんか無駄に伸ばすしね。うん、で結局できませんでしたってでしょ。いや、それ東海オンエアはそのと比べるのは違うけど、一本出してそれで終わりませんでした、前編後編に分けてできませんでしたって何だったら一本にしろ。できないのは俺は怒ってないんですよ。まあ、できないのも確かに怒ってるかもしれないけど、そう引き伸ばしておいてできないってなんだよ。ニコニコ動画でやってんの何じゃん。期間伸ばしましたできませんみたいな、何それって思わない。うん、だって最近の前の発表会だってそうでしょ。10月ニコニコクレッシェンドって言って、ほぼ12月ほぼ12月で2ヶ月延期しておいて、なんかクソみたいな機能出したみたいな。やってることそれと一緒だからね。いや、折れなくてもいいけど、だって折れなかったんだったら1本にしろよみたいな。まあ最近すごい忙しいらしいですよ。まあいろいろあるんで。でもさって思いません？俺は思う。信者は盲目だから思わないのかもしれない。でもね、真琴さんは面白いんですけど、真琴さん自体は面白いんですよ。でもなんかって感じですよね。その全力を出してないっていうか、悪い言い方するとね。まあフォローするんじゃない。僕も真琴さん好きなんですよ。真琴さんも結構見てて、まあ、めぐいんさんと真琴さんですね。あ、脱線したんしちゃうな。まあ、いや、まあ、まあ、ほぼ雑談みたいな感じなんで。真琴さんについて僕も物申したいと。で、それで、なんでかっていうと、やっぱり僕は、つまんないやつ、物申しません。単純にね、レイターズには昔物申してました。でももうつまんなくなったんで、見てないし、物申さないし。あと、タイポンとか、竹明とかね。超上から目線だけどね、俺は。上から目線系 YouTuber とかしてやってきます。で、慕う人しかそのさん付けしないっていうので、僕で光信者がバレちゃうんですけどって言って、お前、光信者だから真琴さんをディスるんだろうっていう意見もあると思います。でもね、それもね、あながち間違ってないんだけども、でも僕は言いますよ。確かにその動画としての洗練度で言ったら真琴さんの方が全然上だし、うん、と思うんですよ。で、その笑いが起きるという面白さにおいては真琴さんの方が上なんですよ。でも光さんは単純に何か見て入れられるっていう、だから面白いってわけじゃないんですよ。でも、面白いの中の笑うが真琴さんなんですよ。でも面白いけど見てられるっていう面白さな、ヒカルさんのそれなんか違うの、ははって笑うようなのが真琴さんの系統なんです。でもヒカルさんはなんか見てられるなーみたいな感じで、おーみたいな
それがヒカルさんなんですよね。だから笑、面白くて笑いのある面白さは誠さんの方が上ですよ。はい。やっぱりその YouTuber のある程度面白い YouTuber って、まあね、まあ、高一 TV とか明細シガレットを除いてみんな大体同じくらいの面白さなんですよ。ちょっと上に上がってるぞ、ちょっと上に上がってる、まあまあ誤差もありますけど、そこそこ面白いんですよ。それね、動画毎回毎回面白いわけはないですけども、まあ、そこそこ大体同じくらいの、平均したら僕が見てるのはね、ツボにはまるのは大体同じくらいの面白さなんですよ。全 YouTuber とは言いませんよ。面白いと僕が思ってる中の面白さってみんな意外に面白さ一緒なんですよね。ズバ抜けて面白いっていうのは高一 TV と明細シガレットしかいないんで、はい、宣伝ですよね。で、もう、こう俺に宣ね、どんだけ弱小インフルエンサーなんでお前はって、ね、インフルエンサーって言葉使ってみたかっただけです。まあ、ネットでなんだけど、インフルエンサーっていうのはネットでその影響力のある人っていうことですね。だからインフルエンサービジネスっていうのは最近の YouTuber にも当てはまるものですよね。まあっていうね、ちょっと俺賢だよみたいな感じでやっちゃう。賢い言うて、あ、賢ってなんか10日前で使ってたけど、使ってるのを使ったらなんかちょっと気持ち悪いよね。いや、僕、私賢いですよみたいな、ね、文化人ですよみたいな、 YouTuber の文化人枠にこうやってギューって入ろうとするよね。まあデブだから入れないけどさっていう、ね、そこでデブ使うんかいっていうね。まあ、まあ、面白い YouTuber が基準、みんな大体面白い。で、次見よう見よう見よう、見るか見ないかって分けるんです。やっぱり人間性なんですよ。飛んだなって。最後が人間性なのに、なんかその真ん中の何かを抜いてないですね。まあ投稿期間とかもいろいろ合わせても、人間性っていうのを見るんです。でも、人間性分かりません、YouTuber。だったらどうする？表沙汰の、表の人間性を見るんですよね。っていうだから僕はヒカルさんを見てるんですけどね。表の、なんか単純に僕はヒカルさん好きなんで。僕ね、あのヒカルさんのファンなんですよ。どの時代からっていうとあれです。あの、じゃあ今からどの時代の時のヒカルさんのものにするか見てください。こんにちは、ヒカルです。もしも、僕がプロデュースするならみたいな、あの動画です。あの1200万円、パソコン1台で1200万円稼ぐことって、これね、俺あの時からね知ってるんですよ、ヒカルさん。なんでかって、なんで俺それでヒカルさんを知ったかっていうと、単純にあのその時代でもやっぱりその、これは特異性の高い情報なんですかって人、その広告聞いたことありません？まあ、ネットの人はたまに聞いたことありますよね。その人って顔出してないじゃないですか。でそういう詐欺まがいなものっぽいものって、まあ僕小さいながらにも分かるんですよね。で分かるんですけど、顔出してるんですよね。詐欺まがいじゃないけど、お金関係の話で顔出してるんですよ。すごいなこの人って、頭いってんなって思って見たんですけどね。すごいな、度胸があるな、勇気があるなとか思ってで見たんですよ。うん、ちょっと面白いけど、うん、そこそこ面白いけど、お金について興味ないし、他の、まあ、興味なくないっていうか分かんないんでね、その頃小さかったんで。で、プライベートチャンネル行って、ヒカルゲームズがあったんですよね。で、見てたら、パワプロくんばっかで、あんま面白くないなって思って、何年か経って、最初それです。ただ、多分俺ね、その次にイルルカさん見始めて、うん、あこの人ってなって、まあ、見始めたんですね。まあ、なんでヒカルさん見始めたかっていう、ヒカルさんの話に脱線してるけど、やっぱ動画は頻度が高いし、他のね、YouTube 上がりの YouTuber だからと比べたら、まあ、喋ってくれるんで、それだけ。で、まあまあ人間性で見るんですよね。ヒカルさんとかラファエルさんとは別にして表沙汰の、まあ、そういう綺麗な、そこそこ綺麗な YouTuber みたいな人たちいるじゃないですか。人間性で、表沙汰の人間性って何？はい、動画での口調とか、そういうものとかですね。あとやっぱ大事なのは、物申してること。なんか自分の影響力つけて物申してる。やっぱ、いけすかないなって思ったのが、やっぱ僕、ヘキトラーズさん、PDR さん、まあ、ヒカルさん物申した人なんですよ。で、見たんです。で、俺はちょっとヒカル信じたけど、ヒカルさん物申した人。じゃあ、ヒカルさんに物申すのが内容はあるとしても、自分がそういうもっと面白いことできてんのと。まあ、つまんねえよって物申しじゃないけど、なんかあなたは面白い動画を出せている、だからその面白さが好みとかになってくるとおかしいんですよ。でもね、あのね、あの YouTuber ってまだそのお笑い語るわけじゃないですけど、好みのレベルまでいってないと思うんですよ。やっぱり芸人さんたちって極めてるもので、クオリティがすごい高いお笑いを提供するじゃないですか。
そっから好みってなんか松本さんが言ってたんですけどね、なんかツイッターで、はい、ツイッターで言ってました。僕情報じゃないです。そのお笑い芸人っていうのは、で面白さとはクオリティなのか好みなのか、それはクオリティの高い好みですって言ってたんです、ツイッターでね。でそれをちょっと僕やりに行って、だからそのクオリティまでいけてないんですよね。いけてる人がいるのかって言うといけてないです、うん、っていうすごい評論書き取りなんです。だからそのクオリティにいけてないのに好みはまだおかしいだろうと。クオリティが高くて好みとかじゃなくても面白い人いるんですよ。だからクオリティが低いってことなんですよ。好みだけで勝負しちゃダメだよねってことなんですよ。いやまあで見た、まあそのままちょっと話別になっちゃったんですけど、まあ物申した人見たわけで、 BDR さんデフトラハウスさん、物申してんな、じゃああんたはどうなのって見たときにつまんなってなったのが真琴さんだったんですよ。いや PDR さんとか面白いでしょ結構、あの一人二役とか持ってるから俺は全然物申してもいいから。ヘキトラさんも確かにって思うけど、まあ、最近のあののび太さんのエッチっていうのかっていう動画の中の、人類は何を学んできたかっていうと、女性がこうやってシュッシュッってやってるとこの編集が好きなんですよ。うわすごいなって言って、なんで好きかって、まあ、最近の動画ですけど、あのやっぱりその動画ってのび太役を演じてる人が、まあ、すっごいあいつだけはやめろみたいな感じでオーディションで言われてたわけですよ。嫉妬されてしまうじゃないですかやっぱ。でもあれが誰の編集か分かりませんけど、多分私はヘキコさんと仮定していますよと見た時に、すごいつまんなかったらバカ叩かれるじゃないですか。そこをなんとか面白いって言わせてやる、ここでちょっと面白いって言わせてやるっていう編集でヘキコさんが力入れてきたんじゃないかなっていう俺の予想なんですよ。うん、で、あーすごいなって思ってって言っても、 PDR さんも単純にクオリティ高いじゃないですか。あの人ってすごい手の込んだものをしているじゃないですか。で、すごいなって思ったの、普通になんか最近なんだっけ、アメコミの生放送で PDR さんが出てきてもすごいなって思ったのが、生放送だから動画だからとかじゃなくて全然キャラが変わってないっていうか、すごいなって思った。まあそういうディスりとかないけど、すごいなって思った俺は本当に。あれが素なのかなって思って、うん、それですごいなって思う。だからその PDR さん、ヘキトラさんに関しては何も言いませんし、最近の動画も面白いなって思ってたんですけど、まあ、ほどさんはね面白いんですけど、なんだろうな、もっと面白くできるだろうっていう、まあ上から目線ですけど、それを思ってしまうんですよ。まあ企画内容なり、でも投げやりな面白さも好きなんですけどね。投げやりの面白さって何言ったら、その美容系のやつを顔一式に詰めてたら予想外の結果に似てて、なんかコピー紙で草薙剛さんのお面作って、あやったみたいな感じのうちは低すぎて笑えるっていうか、その低すぎて逆に滑稽みたいなことじゃなくて普通に面白いんですよ、僕の好みなんで。まあ面白いなって思って。でも最近の動画って真琴さん自身は面白いけど、なんかその YouTuber って自身の面白さ、編集企画みたいな、まあ、企画は置いといてね、ネタを置いといて、2つ編集もこう面白くしようと頑張ってるのにテンプレ編集でしょ。まあ面白い、なんか流星さんが熱い熱い熱いっていうね、あちょっとやばい、これでチンコ見えたらほんと大変。今ね下、まあ、一応 T シャツで隠してるんですけど、一応ね下何も履いてないんでね、トイレなんでね、ここはトイレでトークで、なんでお前パンツ履くんでって話になるじゃないですか。事故った時はもうその時は僕編集しますよ、したくないけど、僕編集したくないんですよ、時間かかるから、楽しくないから、はい、ということでね、楽しくないものはしないスタイルで、まあそれは面白かった。あれはでも最近の動画はな、俺だったら出さなきゃいいんじゃないかなって思うんですよ。最近の動画クオリティが低いっていうか、なんか豚、まあ豚の動画見てないです。まあグロいのが嫌いなんで見ないですけど、すごい衝撃のプレゼントをもらったって言って、なんかはぁみたいな予告編みたいな、だったらなんか映画の予告編みたいに明日の動画みたいな、それくらいでよかった、割り切っていいんだよ、割り切れてないじゃん。明日の動画みたいな20秒でその自分の好感度気にして無駄に長くした動画じゃないですか。昨日の動画って、まあ、昨日か一昨日か分かんないけど、プレゼントもらってなんか仮面ライダーカブトの
俺も仮面ライダーカブト大好きだったんですけど、名前忘れたんですけど、それもらったみたいな、もらって人間とは思えない、なんかリガキンさんたちとプレゼントもらってみたい、なんかよくわかんない動画で、なんでプレゼント動画にすんだよと思って、じゃあ NGC で全部ぶち込めよって、内容が薄いし、マホトさんのあの熟練の面白さもないしって、最悪な動画だったしね。まずあと、まあ動画の話に しますよ。でも最後、まあ豚の動画もなんかどっかで見たことあるしね、ヘキトラさんやってたしね。でもパクリが悪いとは言わないけど、なぜ今豚って、うん、トミックさんに頼んだのか知らないですけどね。って思って、動画は単純になんかそのマホトさんも10年やってるから、やっぱ話もうまいし面白い話ができるじゃないですか。それ使わない時もあるし、それだけで挑もうとしてるっていうのがダメなんじゃないかなって思うんです。まあね、ヒカルさんの面白さってあの例えになってない例えが俺は好きなんですよ。さ あとむちゃくちゃななんかあの絶対その若い小学 YouTube と小学生ってやっぱマッチングしてるじゃないですか、その年齢層。そこに絶対こびないスタイルの例え方するじゃないですか、うん、あ、ベイブレードバースのお前何々みたいだなみたいな感じじゃなくて、もうなんかめちゃくちゃな絶対こびない例えするじゃないですか。なんかその小学キッズ YouTube キッズにこびない例え方をするじゃないですか。いいなと思いました。例え方が全然例えてないでふざけに言ってるじゃんっていうのが僕は面白いと思うんですよ。それも好きですよね。まあ、店長との掛け合いとか面白いですよね。あと僕光信者なんで、うん、あでもちゃんとつまんないなと思う動画ありますよって言って、じゃあなんでやってるってまでちょっと考えます。はい、あなんじゃもんじゃゲームもまあつまんないわけではなかったかな。再生は取れてないけど、何食ってんだよって、皮膚食ってんだよ、唇食ってんだよ、見ればわかるだろ唇食ってんの。まあ ね何がつまんないんだろうな、思い出せないんだよな、まず。いやまず俺記憶力ないからな。でもカーレースのあのなんだっけ、ボートレースは面白くはないよねっていう、でも見れちゃうよねって。まずヒカルさんの動画で面白いのって少ないと思うんですよ。そこはね、俺でもなんか見れちゃうんだよなっていう、信者だからとかじゃなくて、見たくないのは見ないですよ。ああつまんないな、あれ復帰動画の 2,3 本目くらい、あのハワイの人にプレゼント、あれ見てないです。あれは唯一ね、なんでかって見たんですけど、なんでハワイの現地の人にあの外から来た人が喜ぶようなお土産をあげるんだよってところにね、うん、そこなんでするんだよ、矛盾してねえかって思うのでつまんないなと思いました。なんか投げやり感がすごいなって、なんでハワイのあそこの中心にいるやつらが全員原住民なんだよみたいな、原住民って言い方すると悪いか、いろいろ語弊、なんかそういうなんかね、うんじゃうよね、何かを生むよね、うん、その現地の人かみたいなね、なわけねえだろってなって俺は見なかったです。でもその次の30分の動画とか好きですけどね、あの二ちゃん民をディスっていくみたいな、その承認性のコメントなのに、あなんかそれはあそれ生放送だ、ラファエルさんのバキって言うんですよ俺座ったら、便座重いからね、デブだからな、うん、俺はその自分が面白いから人気になってるのかと思ったらデブだから人気になってたっていう、まあ、生放送のコメントしてる人に言って分かりました。まあ自分でも分析できてたんですよ。でもそれが本当だったんかいって思ってね、いや俺ちょっとジョーク混じりでそうデブで売れてんだからデブだったんかいって、やっぱ再生回数デブっていうタイトルでなんかデブすぎてもう死にそうっていう動画なんか謎に400回くらいね、底辺 YouTuber として400回ってとんでもない数字なんでね、はい、デブすぎてもう死にそう、もうすぐ死ぬみたいな動画、なんで400って、400人の人が見てんのか、10人の人が40回見てんのか、1人が400回見てんのか分かりませんけど、まあ、ってなりましたね。はい、もうそれはアナリティクス見れば分かるんですけどね。まあでも俺はデブネタなのかっていうちょっと悲しさ。デブネタでしたと。ね、デブしか俺は魅力ないのかと。って言ったら、面白いって言ってくれる人もいる。こんな感じです。嬉しいなって。あ、マホトさんね、まあマホトさんにもね、物申す動画って言うけど、ただ喋りたいだけだから、
で、まあ、なんで、まほとさんに物申す理由って、まあ、普通につまんないから、その、10年のつまらなさ。10年の話の面白さだけで勝負しようとしてる時はあるけど、ね、まあ面白いんだけど、そのうおーってクリエイターじゃないんだよな、まほとさんってアイドルなんだよね、やっぱそこだ。その動画一本、まあ俺めっちゃムカついてると思う、この話聞いてる。まほとさん、もうあなたクリエイターじゃないっすよ、もうあれは。動画の品質的に言うとね、もう面白い時もあったんですけど、忙しくなったからって、編集時間は大変なんですよね。やったことないですけど、まあ、ね、できない人だと4時間5時間かかるし、凝ったら10時間かかるし、画像の切り抜きも大変だしみたいな。わかりますけど、俺だったらそんな変チクリな動画上げないでほしいよね。だったら普通に生放送すればいいと思いますよ。そこになんかその身を削っていってないですよ、やっぱ。真帆さん好感度気にしてるんですよ。好感度気にしてなかったらごめんねって、ちょっと面白い動画まだ作れないから生放送するわってなるじゃん。で、生放送やった方が、あれじゃん。生放送 の価値をしなくていいんですよ。そこを割り切って、ちょっと、あ、なんか面白いとか作れなかった。じゃあ俺生放送しようみたいな感じで、30分なりね、まあ20分なり、するだけでもいいですよ。俺それでもいいと思いますよ。確かに、ね、まあ一部のやつだから手抜いてるって言われてるけど、あんなね、クソみたいなね、予告編みたいなのを、めっちゃ何倍にも伸ばした動画、もう薄めすぎたカルビス、もはや水みたいな動画を出されても困るわけですよ。まあ、それは確かに信者は喜ぶけど、なんて思いますよね。俺みたいな中間層のやつらは満足しないんじゃないかなと。俺はね、昔の方が良かったっていう人はね、俺2人しかいないんですよ、 YouTuber で。で、俺はどんなにそのヒカキンさん、まずヒカキンさんに昔の方が良かったっていうのはおかしい。まあ、ビートボックスだけっていう点で見たら昔の方が良かったのかもしれないけど、お前は昔、そんな昔から見てねえだろって、っていう偏見なんですけど、俺は単純にね、ヒカキンさんって普通に編集どんどん凝るようになってるんですよね、年々。っていうのもなんで年々なのかっていうとね、簡単です。この一本を見ればわかります。 あの新オープニングの動画見れば、まあヒカキンさんがほぼ解説してるんですよ。あ、この頃 BGM なかったなみたいな感じって言ったら、もうクオリティは上がる一方なんですよ。それ見てまでお前昔の方が良かったかというかっていうので、昔の方が良かったと思う方は少ないんですよ。昔の良さがあり今の良さなんだけど、その今の良さもない人が多いんですよね。それが、まあ、バナナさんとマホドさんって言って、前もバナナさんのこと、まあ、前もマホドさん、バナナさんのことディスったけど、今日は普通に正式にディスろうと、いろいろ話が練り固まったんで、前はまだ、まずバナナさんの面白さは前も言ったけど、そのぶっ飛んだ帰国に、帰国って、ぶっ飛んだ帰国ってすげえな、人間ロケット系な、どんだけ近い距離の帰国なんで、どれくらいかって、東京と群馬くらい近いよって、ちょっとよくわかんない例えだな。群馬を国っていうボケだからな、今の群馬っていう国だからなって。だからあの映画で大阪国って言ってるのと一緒、群馬国だからって。確かにいてっていうね、今ね、群馬の方向がそっちかわかんないけどね、群馬の原住民から槍を投げられたっていうね、モーションです。はい。で、その、まあ、まほとさんに物申すっていうのは、あ、それまずバナさん、だから、ぶっ飛んだ、もう本当、脱線しすぎなんだよ、話。ぶっ飛んだ企画に、淡々な、ね、手こうやってやってるけど、見えないんだよね、こうやって。見せねえよ。まあ、手汚いから。まあ、ぶっ飛んだ企画に、淡々と立ち向かっていくバナナさんがかっこよくて面白かったと。最近はなんか自分が変わってる、面白いって勘違いしてるじゃないですか。勘違いしないで、まっとうにスーってやってた方がまだ面白かったよ。その一番昔が面白いわけじゃないけど、今が面白いわけじゃなくて、中間のまだエミリア・ユンコ、あのうんこピョードルだっけ、やってる方がまだ面白かった。うん、まだあの時は面白かったよ。あのシリーズ俺全般的に好きだもん。数字狙いにいってるよね。でもそれでもいいんすよ。でもなんかバナナさんの企画じゃないよなって、なんかヘキトラさんそのすげえ誰がやんだよその企画みたいなのがバナナさんだと思うんですよ。むちゃくちゃな企画が俺は好きなんですね。バナナさんしか出せないのってやっぱエメリア、あれじゃないですか、ラストエンペラーのあの動画ってバナナさんしかできないじゃないですか。そう、自分にしかできないものをやってほしいって思うんですよ。それだ。うん、俺が嫌いな YouTuber っていうのはできたものができなくなってる YouTuber なんですよ。
まあ、そういう時期はあるかもしれない。だから俺が物申した方がいいのかもね。まあ迷ってるんだったら私が導きますみたいな、どうもプロト教教祖羽島清志郎ですみたいな感じで、さらっと宗教の宣伝してくる。まあそんな宗教ないですけどね、僕が勝手にね、だから僕の YouTube 活動や僕のこれからできる後輩すべて一括りでプロト教っていう宗派ですからね。マイクじゃねえよ。なんでさ、レンズとマイクを間違えんだよ。もう脳腐っとるわ。マジで脳移植してもらおうっていうね。未来の技術を今、未来の技術をこの現代にさらっと言ってしまうって、未来警察に怒られますよ、これ。あ、ちょっと、はじめさん、あの未来の技術を、ちょっとね、まあ、過去の人たちに教えるのやめてくれませんかって。あと2回くらい行ったら普通に、あの、もう連れ戻すんでって言われちゃいますよね。はい、怖いです。未来警察は怖いよ。俺2回捕まってるからね。ジョークですよーっていうね。いや、ジョークですよーって言うので、ジョークって何っていうのは私らみたいなもんだよ。面白おかしく嘘をつくみたいな。嘘じゃないな、面白い言葉みたいな。面白い何かと思ってもらえればいいです。ジョークですよって言われないと分かんない人多いじゃないですか。ジョークですよって何回でも言いますよ。ジョークですよって、これはチョークですよって言って、チョーク持ってないんでね、空間つまんでるだけですからね。空間つまむ、まあ、これ大物 YouTuber さんたちもね、どんどんね、空間を何々みたいな感じでね、どんどん言っててください。はい、それでね、その表現を使った時には僕のチャンネルをね、下に貼っていただければいいと思います。もしくはチャンネル登録はこっちだって言って、僕の URL にしといてくださいよ。お願いします。はい、チョークはこれですよって、あ、やめようやめよう、つまんない。これ今この視聴者がチョークはこれですよって、しょうもなって思って、またチョークはってこいつはふざけんなってブラウザバックしてるかもしれないからね。いや、もうブラウザバックは古いぞと。 L 字移動だぞ。あの、もう YouTube っていうのはね、 L 字移動ですからね。でも今はね、 I 移動なんですよね。こう横にスワイプしなくてもバツで出てるようになったんですよ。俺あの機能前知らなくてね、サーチャンネルさんがその機能を使ってるのが初めてしたっていうね。実はにわかっていうね、好きなのは気持ちだけって、情報量は少なすぎる、どうも羽島清志郎ですというね、こんな感じでね、どんどん挨拶していこうと思いますって。漫才みたいな始まり方すなっていうね。どんだけお前は低レベルな漫才なんだよって、むちゃもう超つまんねえ始まり方じゃん、まあ、どんどん挨拶していこうと思いますみたいな。つまんな、もうなんかキンコンカンコンって NHK の職員がギューッと持ってきて、あの歌のコンクールの鐘を漫才してるところで鳴らしてくるくらいつまんねえな。長いよ、ようやくしろ。ようやくできんかったら面白くなんないから。はい、あー、なんだっけ、あ、すいません、今の僕の病気じゃないですからね。普通に今のボケですからね。あー眠いって、ね、なんでお前突然寝るってボケですからね。病気じゃないですからね。まあ、こういう変なボケしちゃうっていうのももう病気ですね。つまんないのにね、面白さを見定めできない目ですよ僕は。はい、なんだっけ、まあ本さんがつまんないよ、それだけ。いや、でも物申すしたんですよ。でまあその昔できたことができないっていうか、いや今っていうのはジェネシス1の顔みたいのでいろいろ責任が重くなってるけど、それでなんか自分をできてないんじゃないかなと。いや、その突拍子もないことをするのは出し惜しみするみたいな感じのははんって思っちゃいますけどね。でまず、うん、クオリティが低いです。面白いけど、もっと面白くなれるのにな。いやでもな、編集が面白い人じゃないからね、誠さんは。単純に企画ですよね。つまんない企画ばっかするなって話ですね。で面白いのも流星さんじゃないですか。マホトさんの面白さ、でもね、マホトさんってね、いつもなんかな、後輩に助けられてきたから、つまんなくなった、そういうことか。マホトさんが後輩を引き出してたけど、面白い後輩がいなくなったのか。って遠回しにね、よさこいバンギッシュとかね、をディスり始めました。はい、すいません。すいません。面白い後輩がいなくなったのから、やっぱ必然的にマホトさんつまんなくなりますよね。はい、すごいね。バチバチに戦争をやり始めるじゃないですか。1対2億くらいの、いや2億じゃねえよ。まあチャンネル登録者数はね、まあよすこいバンキッシュさんとかいろいろ合わせると、まあ、1対200万じゃん。あ、まあチャンネル登録者42人いますけど、全員不参加でした。いや、そんな負け戦したくねえよって言って、俺だけ行くのけ。なあ、ねそれ。
お金ないから足軽装備兵でもないし、もうなんかちょっとおもちゃの剣持ってウィーってドーンって戦車で引かれるんけ。そんな死にざまは嫌だ。死に方は嫌だ。死にざまじゃないぞ。死に方は嫌だぞ。なあ、日本語できてなさすぎるぞ。はい、すいません。まあそうだと思うんですよね。そうだと思うんですよね。うん、そうだと思うんです。そう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 そそ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 ってことね。いやちょっとなんかあの思いっきりフリーズボケみたいにしてみました。やっぱりその本当気持ち悪いぐらい天丼してやろうって思って。はい、すいませんでした。すいませんでした。トン、え、すいませんでしたって、ね、口下げるんじゃなくて上げてるんだよっていうのがね、うん、すいませんね。はい、すいません、本当にすいません、すいまーせんって言ってね、ボケるのかと思ったらせんって言うだけっていう、もうね、おボケるのかボケないのか残念だなって視聴者を思わせるっていうね、それが私の狙いですよっていうね。こうやってまた謝っちゃってるよ。口では謝ってないけど、もう首はね、本当つまんない、ボケしてすいませんって、はい、やめましょう、ボケとか言うのはやめろ、ボケって言うのは芸人だけだぞ。はい、ということでね、単純に今だから誠さんがつまんなくなったのってやっぱ後輩がつまんなくなったんだろうな、それだけだよな。うん、だってよさこいバンキッシュさん自体は ST スタジオとして、まあ、ずーっといたわけじゃないですか。ずーっとでいたけども、まあ、最近になって、あ、まあまあコンビとかもできて、まあ、コンビトリオか、まあ、できて、まあ、面白くなったって言って、前からいたけど面白くなかった。で、面白い人がやっぱ東海オンエアとかヒトラーさんが後輩にいて、あえて動画出てから面白かったのか。あー、そっか、そういうことだよな。あ、だから最近いろんな人となんかコラボしてんのか。いろいろいるよな、アバンティーズのソダチーさんとか。わ、気づいてんのか、面白い人呼んでなあ。そう、最近ヒトラーハウスさんもね、まあ、別居になっちゃったんで、あ、やばいやばい、まあ、何がやばかったっていうのはね、もう下のホームページに、下の URL にね、その秘密が載ってますんで、続きはウェブで、ここがウェブだ。はい、ということでね、続きはウェブで、ここがウェブだよ。あのね、これはね、著作権フリーギャグではございません。あ、まあ、まあ、YouTube さんが、あの、こういう YouTube、大物 YouTuber さんがね、もしね、あ、このボケ、あ、この一発ギャグみたいな面白いって思った場合、それを使った場合ね、動画の URL に入れてください。入れてください。僕のチャンネル、もしくはそのギャグを使った動画入れてください。お願いします、チャンネル登録者欲しいんだっていう、ね、じゃあ買えばいいだろう、お金がないんだ、お願いよ。早く有名 YouTuber たちを俺を人気にならせろってことでね、今ね、あの言ってるセリフは月光守屋のセリフなんですけどね、早くお前ら俺を、うん、海賊王にならせろみたいな感じのね、まあ、他力本願の月光守屋のセリフなんですけどね、まあ、それを言い方変えすぎて声がピーカーになってますからね。ワンピースネタで攻めていく、こ、攻めていくって言ってるのに首を引いてるんじゃないな、交代してるぞお前な。はい、手だけ攻めてどうすんだよ、その位置変わってねえじゃん、どんだけボケ、どんだけ突っ込むんだよ、ボケと突っ込む間違っちゃったよ、ごめんがすませ。はい、ということでね、これでね、お茶間の、お茶の間の皆様を笑わせたら大いに嬉しいんすんで言うでしょ。あ、やばい、今のでムチ打ちになったっていうことでね、まあ、異次元のヘビースモーカーってね、そこを早くすんのかいとってすんじゃなくて、ここのスパンが短いのかいって、そうすんのかい、はい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 。
変なんやねんこれ、はいはいはいって、ここになんか乳房があってそこ吸ってんのかい、そっち吸ってんのかい、はいはいはいって、リズミカルに乳吸うな。中学生がね、まあ下ネタ言うてますけども、はい、まあ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 ねえ、ねえって言って、普通こうレンズを見たかった僕は。でもね、モニター見ちゃった。モニターって言いますけどね、これね、スマホで撮ってるんですよ。それも iPhone X なんですね。 iPhone X マジでクソつまんねえボケだな。いや、ギャグだな。もう一回死んでいい人生歩いだんの方がいい。まあね、優しい人がひどいこと言うけど、やっぱ優しいこと付け加わなきゃっていうやさおの毒舌でした。もうね、毒の治療もしてるし、ご飯もあげるし、看病するしみたいなね。お前が毒をあげる立場かみたいなね。なんだその例え、恐ろしすぎだろそんな例え。また僕新しい例え作っちゃった。かーって言って、いつかね、僕が有名になったらあーって言ったら、これみんな吸い込まれますかね、この口から。あーって、なんで有名になったら吸い込まれるんで、今吸い込まれるよ。普通に深夜のテンションとかじゃないですよ。普通に寝ました。これです、やっぱ才能ですよねって言って、マジでこれさ、真帆さんのファンが見るんでしょ。そんなこんなこと言ったら殺されるぞ俺。まあまあ、真帆さんがつまんない理由っていうのは、単純にやっぱ後輩がつまんなくなった、つまんないからずっと売れてた人じゃないですか、よさこい番組。まあまあ、いい組み合わせができたってことでしょうけど、もう秋代さんが編集がすごいらしいですけどね。僕よさこいバンキッシュさん見ないですけどね。俺いつもなんか最近ね、ね、そのヒカルさんの動画で言ってたんですけど、ヒカルさんを関連動画に出さなかったら、まあ、ちょっとやり方教えるけど、まあ、もしね、まあ、ヒカルさんの動画よさこいバンキッシュ使うけどみたいな感じでね、まあ、よさこいバンキッシュさんをディスるやり方してたんですけどね。で俺思うんですけど、バナさんが天才天才って言ってますけど、俺天才って思わないですけど、だって俺が大天才だからっていうね、ひねりもない言い方で、うざい言い方でいろんな人を敵に回していく。で、大天才でもないのし、嘘つくし、地獄だよもうこの環境は。この顔見ろ、地獄だろな、本当にもう地獄だよ。地獄イコールこの顔、この顔イコール地獄で決まりましたか。すごい顔してるね、ね、なんか食おうとしてるやつの顔だよな。化け物の顔だよな。ほんと怖いな。日村さんのわーってやった時の顔の怖さを3分の2くらいにした時くらいですよね。明治グリコー、トイレなんでね。だからなんだよ。まあ、ほどさんに、ちゃん、俺ね、やっぱその、何かに物申そうとすると、僕は自分にも逆らいたいんですよ。だからボケをいっぱい入れちゃうってね。だから、まあ、ほどさんがつまんなくて、あと、まあ、ムカついたって言ってみましょう。物申したくなるようなことしてるんです。だって、あの人さ、面白くやろうと思えば、面白くできる人じゃん。やればできる子なんだよって。YDK なんだよっていう ね、やればできる子なんだよって。だってもう結果が出てんだもん。その結果が出てないのにやればできる子は違うけど、ちゃんと面白いし、一時代を築いてきたし、今でも力を、本腰を入れれば面白くできる人が力入れてないねこれって状況じゃん。だったら普通に生放送すりゃいいのかいって思うんですよ、本当に。あ、やばいやばいやばい、股間が何も危ないとこないですけどね。そうだと思うんすよね、俺は。だから俺はもう最後最近ですけど、あとツイッターでめっちゃムカついた。まあ今は変えたか知らないけど、トミックから聞いてやべえ話みたいな、なんかやべえ話みたいなタイトルでツイッターで、あ、やばい話があるのかって飛んだら NG 集だよなあ。確かに何々の話っていうのがファンに向けての NG 集の合図かもしれねえけど、それ釣ってくんの、ツイッターだけで。ふざけんなよ、マジで。本当にって俺は思った。それでも、本当に呆れた。ああ、そういうことするって。やっぱ単純にね、真帆さんってね、
やっぱなんで東海オンエアさんが伸びてるかっていうと、やっぱりすげえ柴田さんにディスられた時とかもあるし、柴田信二も東海オンエアとか信二がクソって僕も思ってたんですよ。うん、僕も柴田さんの一時期は信者だったんで、それでね、もう東海オンエアクソ野郎だみたいな、真面目だったんでさ、真面目な人っていうのは柴田さん意外に好きなんですよね。真面目な子は、東海オンエアチンコとしやがったやつら、もうクソなのは死ねえみたいな感じになって、それで怒ってたんですけど、ちょっとね、僕ちょっと不真面目になったら、東海オンエア最高、柴田最低って、柴田って、そしたら柴田柴優さんの方最低って言ってるみたいじゃねえかよ。柴田さんね、田斎藤、柴田ひかるさんの方ね、本当に柴田ひかるさんの方は本当ね、うん、最低とは思うんです。料理動画見てますけど、で東海オンエアってやっぱそのなんで今200万人チャンネル登録者がいるかっていうと、やっぱり自分たちが面白いと思うことを、面白いと思ってないかもしれないけど、貫き通した結果じゃないですか。でも誠さん貫いてないじゃないですか。なんでわかるかって、やっぱサムネイル見ればわかるじゃないですか。ああいう感じで水溜りボンドのね、まあなんか誇張したその流行りのサムネイルやったりとかまだしてるよ。だそれおめえのもんじゃねえ、二番線じゃやめろって思うんですけど、まあ、昔からやってたのかもしれないけど、昔はなかったと思うな。面白さで勝負してた人だからね。サムネとかタイトルで釣るようなことは少なかった気はする。あることはあると思うけど少なかった気がする。でもなって思うし、で、まあ、いろんな人の真似したりとか、途中からチャンネル変えて、なんかほんと番組っぽいことし始めたしね。だったらテレビで見るわみたいな感じ。俺ね、番組っぽいのあんま好きじゃないんですよ。うん、だったら俺テレビ見るよ。俺テレビあんま見たく、つまんないなと思ってるやつらが、YouTube 来ることが多いじゃないですか。で、ね、何やってるかって、ここね、鼻の横にあるなんか変なの撮ってます、うん、だと思うんですよ。番組みたいのってあんま面白くないから、ちょっとなんか YouTuber っぽいことじゃなくても番組以外のことしてほしいなって思って、番組みたいに作ってね。まあまあまあ、確かに後輩がつまんないくなったからしょうがないし、面白い後輩がいなくなったから、確かにね、真帆田さんの力じゃなかったってことを最近分かったんじゃないの。うん、真帆田さんも面白いんだけど、それよりもやっぱ後輩が面白かったっていうね。もう真帆田さんだって今アイドルでしょ。好感度気にして、だって生放送しないのも好感度ですよ。生放送するっていうのはリスクがあって、まあいつも動画投稿してる人にとっては手抜きだってよく言われると思うんですよ。手抜きね。うん、手抜きだって言われるんですよね。だからうん、嫌なんだよね。好感度気にしたら生放送って分かりやすいもん。バカなやつでも手抜きしてるって思う感じだもん。で、じゃあ動画出してみてくださいよ。ちょっとその生放送で手抜きだっていうやつは気づかないけど、見たら手抜いてるだろうと。構成なり見たら、あ、手抜いてんなって思って。で、なんか最近なんか後輩使うようになったしな。勢いのある、ヒカルさんだって勢いのある後輩じゃないですか。一応あの人4年やってますけど、真帆さんは9年か10年やってますよ。勢いのある後輩はサムネイルに使って、もう自分じゃ勝てないってこと分かってんだよね。うん、だって朗報、まあ、ほとお父さんになりましたとか、まあ、あやなんさんのあれでしょ、うーくんだっけ、まあそれは柴優さんなんですけど、まあ、なんかよくわかんない子供いるじゃないですか。よくわかんない子供って何なの。真っ黒い物質なのか、その子供。なんでこれやったんだよ、なんで、なんで、その面白いボケと思ったら格好つけながら言うのか、お前は。恐ろしいわ、気持ち悪いわな。はい、まあね、ほんとね、そのよくわからないものが俺はジョジョだと思ったんで、ジョジョポーズ取ろうとしたんです。そのグーンってやろう、なんでジョジョになんだよ、なんでこういうポーズになんだよお前。だからその釣りじゃないですか、ほぼ。で、最近なんて第12回19時に YouTuber 何アップするか選手権だよ。どんだけこすってんだよなあ、こすりすぎじゃね。消しゴムこすりすぎて、もう消しゴムないのにカバーこすってるぞ、紙に。もしくはカビっつってなあ、
もうカバンをこすりすぎて何も持ってない状態で、この消しゴムを持ってた感覚だけ開けて紙にこすってるのと同じだぞとか言おうと思った。噛んだよ。誰か俺に滑舌を送れ、お願いだ、面白いことが言えるように。マジでな、滑舌レッスン、滑舌がまず言いづらいじゃん。なんだよ滑舌って言葉使うやつ作ってて、ほんとマジムカつくわ。滑舌が悪いやつ滑舌って言いにくいようになってんじゃん。うっざ、マジで滑舌って言葉作ってて許さねえよマジで。あったら握手してやるよみたいなね、あったら握手してやるよみたいな、あのノリって言おうとしてるけど、漫才師さんの名前が出てこない、最近見ない、ツッコミがそんなに面白くない方の、俺は心の中で思ったんだよっていう、なんかその人たちの、いやそれでツッコミが面白くない方、まあ俺よりは面白いですけど、名前忘れた。はい、世界で72番目に怖い顔、はい、ね、まあ、1番目に怖い顔はね、ないです。怖顔がない、また噛んだ。怖顔が、怖顔がって癖が強いんだよ。怖顔が、怖顔が、滑舌が良くなりたいよ。まあね、まあね、まあね、今空間を吐き出しました、はい、口にした空間はね、ちゃんと最後まで食べるんだぞ。まあ、ほどさんはね、何の話してたんだっけ、もう脱線に脱線で、脱線してぐるるるんって電車がもう転がっていくよなあ。誰かに大玉転がし競争と間違われて、大玉かと思ったら電車転がしてましたみたいな、めっちゃ強力集団にやられたんかい。もうなんか怖くなってくるな。俺がこの動画見返すと、こんな何や気持ち悪い例えしてるって思って、例えじゃないじゃんって、なんで空想のこの世に存在しない例えを言ってくんで、この世に存在しないツッコミみたいな、もう電車が脱線しちゃって、大玉転がしと転がしって何やそれ、転がしってなんか美味しくする時の表現みたいに言うんだよね、転がしするんですよねこれみたいな ねありそうでしょ、あトウモロコシを転がしするんですよって、まあ2晩転がしますみたいな、ありそうでしょ、ねえからって言って、あったら俺恥ずかしいぞって言うけど、恥ずかしくならないですけどね、そんなことで恥ずかしくならねえよ。いや、なんなんだ、なんでそこで決め台詞っぽい感じで言うんだよ、全然決め台詞じゃないじゃん、そこはさーっと、まあ、そんなことで恥ずかしくなりませんよねで、そのさーっと流せばいいものを止めてこみたいな感じで、ここで笑わせるぞって、誰も笑ってんよこんなとこで、だこうやったってみんな真顔で、もしかも10秒つきババってし始めたわな。はい、まあね、これ実はね、編集してないんですよ。そして僕の凄さをアピールするかのようにね、ブー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 、僕のすごい、僕すごい、なんか曲が始まりましたね。いや、まあ、無編集っていうか、単純にね、僕のしゃべりたい欲をね、使って、まあ、3日間くらい黙ってるんですよ。もう喋れることがなくなったら、もうずっと黙ってるんですよね。すごい、黙ってるんですよね。みたいな。明日汚いんで見せちゃダメだね。モザイクいけるか、まあ、モザイクいけねえよ。俺は編集技術がないんだよ。そう、編集のズームアウトをお前セルフズームアウトすな。すな。すな。すなさらの身と言ったら、プシュッって言って。皆さんね、まあ、こうやってやって、そのバナナさんのノリかなと思ったら殺しに来てますからね。残念でした。警戒しなきゃダメだ、何事も。こうやってくるけど、こういうくの字カッター、逆くの字カッターの、あ、これくの字カッターか、もう分かんないけど、くの字カッターで殺してくるかもしれませんよあなた、ね、こうやってられたから何々ブシューッって喉元かっきられるかもしれませんよ。その何かなーって言って歌のお兄さんみたいなのがいて、ドドドドドドってやってきたらどうすんねん。我が子を守らなきゃあかんでしょ。あー危ないってバレちまっちゃうがみたいな、バレちまっちゃうが、どんな名前でな。だからそのあれあるじゃないですか、お母さんと一緒のホールとかでみんなも呼んでみようって言って、スプーって一緒に呼んでねー、ビービービーって出てくるかもしれないぞ。くの字ビーム出してくるかもしれない。歌のお兄さん、100割型、くの字ビーム出せる。おーおーおお、すごいね。100% と割を間違えてきた。こいつは日本人なのか、そうです。日本人じゃないです。私は宇宙人です。あの、野生爆弾さんのね、クッキーさんが、川島さんがよく使う宇宙っていうのを言いたすぎて、宇宙人ですみたいな感じね。宇宙人って名前みたいに言うな。あ、やばい、俺が宇宙人ってことばらしたら NASA に捕まる。僕、生粋の日本人だとは思いますよ。
なんでさ、匂いを嗅ぎながらこうやって頭をこう振りながら、ここ小刻みにヘドバンしながら近づいてくんだよ。むちゃくちゃだわな。そんなモーションこの世に存在しねえよ。はい、ということね。はいはい、面白いですね。はい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 、なんだっけ、あれなんだっけな、やべ、最近物忘れがひどいんですよねってね、若くしてジジイ、ほんと若くしてジジイだよ、やべえぞ、やばいんだよ。はい、ということね。いや、胸の突起を出すな、そういうビデオじゃねえということで、ビデオじゃねえよ、角の拓度じゃねえぞなんか田舎者だった春菜愛、田舎者だった、田舎者バージョン、角の拓度じゃねえぞみたいな。はい、ということでね、春菜さんが答えられない変化球だといいな、いいな、いいな、まるまるまるはいいな、まるまるの中に言葉を当てはめなさい、なんだろうな、ピンポン、ではお答えください、いいな、いいな、一本ってね、言わないっていうね、あ、ダメだな、これ予想できるわ、じゃあテイク2やるわ、いいな、いいな、まるまるまるはいいな、このまるまるまるの中に当てはまる言葉を書きなさい、はあ、なんだろうって、ね、なんだろうって声を大にして言ってる、なんかズンさんが、飯尾ズンさんのなんか下なんか3番目につまらない一発ギャグみたいなね、うーん、なんだろうって言って、大きなファーっていうのかと思った、うん、なんだろうって、はい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 、面白いですね、マジでなんだろうな、よし、なんだ、ピンポン、いいな、いいな、まるまるまるの中に入る言葉言いなさい、いいな、いいな、人間国宝っていいな、ドゥ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 ン、ブーンみたいな、そりゃこれで一本取れるわけがねえよ。はい、ということでね、まあ将来の夢はゲームプログラマー、概念、人間国宝ということでね、ちょっと待って、2番目怖くない、いや、ゲームプログラマー分かる、人間国宝もね、うん、オーストラリア大陸譲って分かる、概念って何って思った方もいっぱいいますと思いますが、下のね、あの概要欄に貼ってある動画、概要欄に貼ってる概念が夢って何ですかって動画あると思いません。あ、概念って何ですかって動画ありません。なんで概念になりたいかっていうね。やっぱね、神の上の存在が概念なんですよ。概念に縛られてる。その、人間よりも神、生き物よりも神が強いけど、神より強いのは概念なんですよ。でも概念は人間が強い。人間より弱いと思うんですね。三すくみ。いや、こうですよ。三、こういう関係なんですよ。だって、水の神。水っていうほぼ概念に近いもの、実体する概念に近いもの、じゃあ食の神があったとしよう、じゃあ食の神が分かりやすいな、食っていう概念じゃないですか、文化みたいな、食って概念だ、それは概念だとしよう、概念じゃないですよって感じで、それは文化ですよみたいな、死ねえド直球に死ねっていうね、むちゃくちゃやそんな、でまあまあまあ概念だとするじゃないですか、それを概念ですよって言ったら、神は概念に縛られてるんですよ。食という概念に縛られて神を全うしてるんですよ。だったら概念の方が強くないって言ったら概念の神が現れるんですよ。でも概念の神は概念という概念に縛られてるから概念最強。うん、概念最強ナンバーワンですから。今日から始まるルールルーブル美術館のレオナルド・ダ・ヴィンチ知ってんだよって、はあね、絞り出したボケがこれじゃな、レベルの低さが伺えるわ。はい、まあね、ほんと脱線に続いて、まあ今日もいい時間ですしね、続行みたいな感じで、最近トロサーモンさ人気ですから、やっぱ続行ここで入れとかないと、時事ネタ入れとかないと、僕はないとじゃないですよ、うわっってね、ちょっとね、その
すごいつまんないこと言ったんで、つまんな、なんだこいつって思わせたかったんですね。僕はナイトじゃないですよって言って、あっっていうね、世にも見ない、世にも見たことない音を出すことによって、いや、こいつつまんな、なんだこれ、なんだこれ、びっくりしたな、って心臓止まったわって。一瞬ね、何秒ですか ?3000 年。ああ、すごい。ね、そういうことですよ。で、やっぱりその今のでナイトじゃないですよみたいな、つまんないこと言っちゃった。そしたら今視聴者の皆さんって、うわ、つまんなこいつって思うんですよ。つって思わせてびっくりした。そこガード緩いから、あっって言って、うわ、何よこいつって。つまんないと思ったら怖いこいつ、攻撃してきたよって。どうも、攻撃的系 YouTuber ですっていうね、本当に。うん、音で攻撃的にするっすからね。こうやって真顔にしててもなんかめっちゃ大音量でなんかすごい音出してくるかもしれない。あ、ダメだこれ言ってな。ドドドドドドドみたいな感じで、ね、はい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 、いや赤ちゃんでもそんなハイハイしねえぞ。もう歩けるだろう。まあ面白い人が言えば面白くなりますよね。つまんないやつが言ったらつまんないですからね。いやお前どんだけハイハイすんだよ。いやもうそんだけ速いハイハイ、小刻みハイハイできるならもう歩けるだろ。なんで歩く、その分岐進化で歩くじゃなくてハイハイを極めようとしてんだよ。どんな赤ちゃんだよな。お前一生ビビビビってハイハイするのか。もうハイハイの仙人になって足が動かないでスーってスライドできるようになるくらい極めるんか。はい、ということでね、新しいものを生み出すがあまりに空回りしてしまった、まあ、その、まあ、新しい例えっていうか、その、まあ、癖が強い例えをすることによって空回りしてしまいました。させーん、させーん、させーん。あ、足疲れた。よし、あ、だから誠さんが、いや、やべえな、今日物申すこと。じゃあこれ誠さんに物申すってところで1本だな。1時間経っちゃったから、だから誠さんはそういうところですね。で、まあまあ動画のクオリティが、まあ、やればできる子で、ツイッターでも詐欺し始めたって、まあ嘘つき始めて、それだけだな。で、めっちゃ擦るでしょ、ウケたって思う動画めっちゃ擦るやん、あの人って。はい、っていうことです。南無法蓮華経。あぐらがいいですね、歯ブラがいいですねみたいな感じで言いましたね。食通の人がね、天ぷら食べて、天ぷらこうやってこうやって食べ、こうやって食べるんですか。油がいいですねって言ってね、ありがとうございます、まあ、これは国産のね厳選油なんですよね。はあ、やっぱりそこらで売ってる油とは香りが違いますからみたいな、そのやり取りの一番最初すな、そのやり取りができるきっかけすなっていうことでね。すごいでしょこの例え、みんなこんな例え出ますか。そこを言っちゃったらな、癖の強い人間の価値が下がるんだよ。すごいでしょ、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 すごいでしょ。ちょっとね、あのふざけすぎました。あの今変な声出しすぎて、ちょっと犬がトコトコトってきたのかな。ちょっとえって言ってね、はじま大丈夫って言って、なんか病気にかかっちゃったみたいな感じでちょっとすり寄ってきたかと思ったから、あ、やめとこうって思いました。やっぱり何でも引き時が大事ですね。お後がよろしいようでみたいな感じで終わらそうとすな。はい、ということで本当に終わらせようとしてる。あ、まあ、あ、なんだっけな、真帆さんがつまんないな、動画がつまんない、風水屋と絡んだ、あ、そうだそう、あのね、あのすごい脱線したんですけど、いろいろ脱線しすぎて、面白さの基準みんな大体面白いんですよね。次何で見るか、人間性なんです。ちょっとボケるのやめます。人間性で見るんですね。でも人間性は分かんないから、
表沙汰で出てるこう見られたいっていう人間性を見るんですまず。でそれで見てもなんかアウトロ系でやってる、アウトロ系ってアウトロ系って中トロ、オートロ、アウトロっておい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 、始まんそんなさ、ちょっと面白いやつが言う例えでいいのねえ、いや確かにお前それだったら誰かさ、いやできちゃうよ、そんなツッコミ代わりいるぞ、はじましかできねえツッコミしろよ、はじましかできねえ一人ツッコミしろよ、ほんとそういうとこ、そういうとこでもチャンスなくなるから、そういうのな、他のちょっと面白い YouTuber に撮られんだよ、撮られたらどうする、お前居場所いなくなるぞ、お前はさ家にも学校にも居場所がなかった、で YouTube に居場所を出そうとして個性を強くしてんだよな、お前個性なくしたら居場所またなくなるぞ、やめろやめろやめろっていう、ああいうなんか展開あるじゃないですか、で心の中の僕が僕に問いかけてやめてくれもうあーみたいな、そういう展開のやつ、えまあまあね、え中トロ大トロ特大トロ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 トトトちゃんです、なにそれ、クロちゃんです、クロちゃんですみたいな、クロちゃんです、クロちゃんですみたいな感じで言うのよ、なんで3回言ったんだよ、3回言ったんだよ、はい、まあ個性を出すが、まあ癖を強くするがあまり何を言ってるかわからない代表始ま京志郎なんだな、はじま京志郎なんだなって、こうなんかそういう変な挨拶する人いるじゃないですか、ムカつかない、まず挨拶ムカつくじゃん、俺の挨拶これですね、あいどうもはじま京志郎です、山根曽根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 、これ挨拶ですね、はい、何山根曽根って何って、まあそう相槌ですね、いやーまあねー、うんうんうん、そうねー、この相槌をなぜか俺はその深夜のテンションを朝にも出荷した時に独り言でそのあの冷蔵庫と俺の部屋をつなぐね、あの道で、道という名のね、床で、とことか歩いてて、ね、山の園、山の園、山の園、あ、これ挨拶にしようってなって決まったのがこの挨拶です。僕は、あ、いや、いやガチでこれ、欅坂ファンの人に、おめえ、欅坂、怪我すな、殺すぞって言われるから、やめときますわ。こういうね、動きをしただけで殺されてしまう時代、もう本当怖いわ。何ねそれ、バカにしてるわけじゃないじゃん。ほんとムカつく死ねっていうことでね、なんでお前から仕掛けるんだよねもうそのパーソナリティ障害みたいなのが出ちゃって、妄想癖でそれ始まったと仮定して死ねって言っちゃったよ、いやお前頭良すぎみたいな、いやそれはただの病気です、はいはい病気ですよ、うん、はいお薬出しときます、はい、その人間性で見るんですよ、まあまあまあそのね、まあ、その本質の人間性じゃないですけど、まあ、相手が好感度気にしてる、でもそれ好感度気にしないのがジェネスワンだったじゃないですか、言いたいこと言う、でもさ言いたいこと言ってるけどお前らつまんないぞっていうのがマホトさんとヒトラさんだったけど、最近さんヒカキン、セイキン、サイキンって実は三兄弟でしたみたいな感じで売ってくんけなあ、開発サイなんだ、サイってね、ね、最近って多分なんかもう動物たちが喋れるようになったら最近ですって言って、そいつが一番人気だろ、サイがな、エゾシカサイが、そんなにいねえよ、多分いるかもしれないけど、エゾシカサイって何それ、葛西臨海公園か、はぁということで、エゾシカサイってすごいな、エゾシカ祭りだよなそれは、もはや、はい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 、面白すぎる、よく力が出たよ、はい、まあまあね、山根って、なんかいそうだよね、部活の先輩で山根って、山根って言うんじゃなくて、山根ザブ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 って、何それな、サーファー部のこと知らないやつがサーファー部の口癖ってこんな感じだよねって、ああそれいいねザブンザブンみたいな、そんな安易なギャグかね、サーファーあるあるザブンザブンって語尾につけがけみたいな、そんなマジで全国のサーファー部に殺されるぞってね、俺どんだけ不死身なんだよみたいな、一回でいいのに何十万何百万人って人からグサグサグサおおおおおってなんだっけな、365万7022コロビ3700万起き、はい、ということでね、ちょっと細かい数字を出しすぎて忘れました。
ほんとそういうとこ、どんだけ余計にくて、起きて起きて起きまくってんじゃねえかよ。もしくは、寝て寝て寝きまくばれつぼさことはさ、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 いやらしい動き。サソリ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 。これで落ちかと思った人、手あげて。落ちない。ドゥ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 ルルルドゥドゥ。はい。はい、面白い君は世界、いや宇宙、いやこの世で、いや、72次元合わせて一番面白いというか、もう0番目に面白い。殿堂入りもびっくりだ。はい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 人間性で見るけど、だからジェネシス1の人たちがね、ヒカルさんたちをディスってた時はあるじゃないですか。でもまあみんな合わせます、アウトロ系みたいな。まあちょっと好感度気にしない、言いたいこと言うってやつが言うじゃん、つまんねんでお前の中の一人でしたってことですよ。お前って言っちゃうけど、おでもそれはタイポンも言ってたよ。いやまあ YouTube はなんか YouTube の、ね、50万人以上のパーティー行った時も上から目線だったよね。いやお前つまんねえのになんか流行りに乗ってんのかクソかしねえと思ったけど、単純にあいつつまんないから見向きもしないけど、真琴さんって面白かったから、面白いことで面白かったけど、それ昔の面白さかって言っても今でもたまにできてる面白さをその出し惜しみして、でもディスることだけディスってみたいな、もうクソだなって俺は思って今物申してるんですよ。じゃあ、まあ最後真琴さんが見てるなら、まあその後輩界隈が見てるんですけど、だってまあ忙しいとか言って言い訳するんだったら、もっと10分だけでも生放送してやった方がいいと思いますよ。そんなあんなクソみたいな動画出すんだったら生放送した方がマシですわ。生放送の方が普通の動画よりもあの信者の子は喜ぶと思いますよ、やっぱり。あー生まほとくんだみたいな、生ほとくんみたいな感じでみんな喜ぶと思いますよ。信者喜ばすんだったら生放送の方がいいと思いますけど、でだったら少しのアンチにビビってそうやってつまんない動画出すんですかって話。あまあね、この1時間もしたけど、まあ僕、真琴さん好きなんですよ。やっぱり僕が、結構、トータルで見てる時間長いのって、メグインさんの真琴さんなんですよ。だからね、もうほんと悲しいんですよ。うん、つまんなくなってね、また面白い人がつまんなくなった、もしくはいなくなった。猫伝さんだって、まあ、可愛いのに、そこそこ面白いじゃないですか。いや、やっぱその、攻めてるっていうかね、そういうね、そういうね、そういう攻めてるじゃないですよ。エロ攻めじゃなくて、エロ攻めだと違うな。なんつうんだろうな。あれですよ。発言が攻めてるじゃないですか。尖ったのが面白いなと思って。尖ってるだけで面白いんだわ。YouTube は。はい、ということで、まあ、長々、今ね、ちょっと今この一連の流れで、なかなかってまた言うと思ったでしょ。祭りが始まったわ。祭りのな、盆踊りが始まったんだよね。なあ、いつまでも同じくだりやると思うなよ。俺は変化が大好きだから、なんが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 、ドゥン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 バイ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 薬物バイバイ。